アエロフロート25便墜落事故は1963年4月4日に発生した航空事故である。セレメーチエボ国際空港発、イェメラノボ空港行きだったアエロフロート25便が飛行中にエンジン故障に陥り墜落した。乗員乗客67人全員が死亡した。事故機の遺留シーンイル -18V は1958年12月9日に 製造され、1963年3月に納入されたばかりであり、飛行時間154時間、64サイクルでの全損となった。25便は3時12分にモスクワを出発し、6000メートルまで上昇した。燃料消費を減らすため、パイロットは8000メートルへの上昇を要求したが、付近に津 -104 がいたため当初は許可されなかった。 4時15分、つまい104が金州を通過したと報告し、その時点で25便から40から5 0トル離れていたので、4時22分に8 0 0 0ルまでの上昇を許可した。4時26分、25便は上昇の許可を確認し、7 5 0 0ルで来シェボを通過したと報告した。これが管制官との最後の更新となり、4分後に、 管制官が呼びかけた時には応答はなかった。8000メートルへの上昇中に突如、第4エンジンが逆推力になった。そのため、機体は右に傾き始めた。パイロットは右翼側のどちらのエンジンに異常が起きたかわからなかったため、どちらのエンジンもフェザリングにした。激しい効力により機体は急降下し、150から200メートル付近で一時的にコントロールを取り戻した。 しかし、機体を急降下から立て直すには、高度が低すぎ、4時30分に270から324ノットの速度で地面に激突した。事故調査委員会は、墜落原因として、最もあり得るのは、第4エンジンのプロペラのピッチ制御機構の故障で、あると述べた。ピッチ制御機構の故障により、変速装置も異常をきたし、第4エンジンが逆推力状態となった。 パイロットは、どのエンジンが効力を生んでいるのか判別できなかったため、右翼側の両エンジンをフェザリング状態にした。右翼側の両エンジンをフェザリングにしたため、機体は急降下をはじめ、補助翼が脱落した。シミュレーションにより、ピッチ制御機構の故障は、a v 6 8 i プロペラの製造時の組み立て不良が原因だとされた。 制御機構の異常は飛行中には判別できず、検査中にネジを調べなければわからないものだった。ありがとうございます。